ガエル・セバスティアン・モンフィスは、フランス・パリ出身の男子プロテニス選手。シングルス自己最高ランキングは6位。ダブルス155位。これまでに ATP シングルスで10勝を挙げている。身長193センチメートル、体重85キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。配偶者は、ウクライナのテニス選手のエリナ・ソビトリナ。父親が、 クアドループ島出身で、フランステレコム勤務の会社員で、母親は、マルティニーク島出身の看護師であり、西インド諸島のルーツを持つ。モンフィスはバスケットボールにも関心が深く、テニス選手にならなかったら、バスケットボールをしていただろうと話したこともある。2004年は4大大会のジュニア男子シングルスで、前後オープン、全仏オープンウィンブルドンの3連勝を成し遂げ、同年に、プロ入り。 8月に、オレンジワルシャーオープンの決勝で、フロリアン・マイヤーを7から6、4から6、7から5で破り、男子ツアー初優勝を達成。その後、10月のモゼールオープンの決勝で、イワン・リビチッチに敗れた、準優勝がある。この躍進を評価されて、モンフィスは、男子プロテニス協会の2005年度、最優秀新人賞を受賞した。2006年全仏オープンで、 モンフィスは初めて4回戦に進出した。この大会では3回戦で第8シードのジェームズ・ブレイクを6から2、6から7、7から6、5から7、6から4のフルセットで破ったが続く4回戦でノバク・ジョコビッチに6から7、6から7、3から6のストレートで破れた。2007年全豪オープンではモンフィスは2回戦で前年度の準優勝者 マルコス・バグダティスを7から6、6から2、2から6、6から0で破って、注目を集めたが、続く3回戦で同じ年のフランス人選手、リシャール・ガスケに敗れた。2008年全仏オープンで、初めてのベスト4に入り、自らの4大大会自己最高成績を更新した。初進出の準決勝で、モンフィスは、第1シードのロジャー・フェデラーに2から6、7から5、 3から6、5から7で敗れた。第30シードに選ばれたウィンブルドンで、モンフィスは肩の負傷により大会開始直前に棄権した。この後、北京五輪にフランス代表選手として初参加し、シングルスのベスト8に進出した。全米オープンでは、初の4回戦進出を決めたが、地元、アメリカ人選手のマーディフィッシュに5から7、2から6、2から6でストレート負けした。 全豪オープンで、モンフィスは、同じフランスのジルシモンとの4回戦を途中棄権した。この後ツアー大会で成績を伸ばしたことにより、2009年3月2日付の世界ランキングで9位に入り、初の世界ランキングトップ10位を果たした。この後全米オープンで2年連続の4回戦進出がある。地元のモゼールオープンで、フィリップ・コールシュライバー576、36、 62で破りツアー2勝目を挙げた。全米オープンでベスト8に進出した。ジャパンオープンテニス選手権など3大会で、準優勝し、南フランスオープンで、イワン・リビキッチを6から2、5から7、6から1で破り、ツアー3勝目を挙げた。12月のセルビアとのデビスカップ決勝戦にも、出場し、第2試合で、ヤンコ・テプサレビッチに6から1、7から6、 6から0で勝利したが、第4試合のジョコビッチに2から6、2から6、4から6で敗れ、通算2勝3敗でフランスは優勝を逃した。全仏オープン4回戦で、ダビド・フェレールを6、4、2、6、7、5、1、6、8、6で破り2年ぶりのベスト8に進出した。準々決勝ではフェデラーに4から6、3から6、6から7で敗れた。月には、 自己最高位の世界ランキング7位を記録した。10月のストックホルムオープンの決勝で、ヤルコにエミネンを75、36、62で破り1年ぶりのツアー4勝目を挙げた。右膝の故障に悩み2012年の全仏オープンと、ウィンブルドン、ロンドン五輪、全米オープンを欠場した。モゼールオープン出場後、楽天ジャパンオープンを棄権すると、そのままシーズンを終えた。 年間最終ランキングは77位まで下降した。2013年、復帰戦のカタールオープンは準々決勝まで進出した。全豪オープンは4回戦で敗れた。しかし2月3日付の世界ランキングでは100位以下になった。それでも BNP パリバプリムローズボルドーでの優勝や、ニースオープンでの決勝進出など、クレイシーズンでは一定の結果を残した。 主催者推薦での出場になった2013年、全仏オープンでは1回戦で、第5シードのトマーシュベルディファを7から6、6から4、6から7、6から7、7から5のフルセットで破るファランを起こした。上海マスターズでは3回戦で、フェデラーを破り、準々決勝まで進出した。年間最終ランキングは31位まで戻った。 2014年全仏オープンでは3年ぶりにベスト8進出。準々決勝でアンディ・マリーに敗れた。2014年6月24日、シングルス通算300勝達成。全米オープンでも4回戦で第7シードのグリゴール・ギミトロフに7から5、7から6、7から5でストレート勝ち。準々決勝でフェデラーから第1セットと第2セットを奪うも6から4。 6から3、4から6、5から7、2から6で敗れた。デビスカップ2014でも、デビスカップフランス代表として、決勝のスイス戦で、フェデラーに6の1、6から4、6から3で勝利したが、フランスはスイスに敗れた。2015年モンテカルロマスターズは、第14シードで出場。アンドレイ・クズネツオフ、アレクサンドル・ドルゴポロフを破り、三回戦では、 第2シードのロジャー・フェデラーにストレート勝ち。準々決勝で第9シードのディミトロフを破って、自身大会発のベスト4、イリスルモ・ベルディハに敗れた。全豪オープンでは、全豪で初めてベスト8に進出。準々決勝で、ミロシュラオニッチに3から6、6から3、3から6、4から6で敗れた。その後、2月の ABN アムロ世界。 テニストーナメントでの準優勝、3月の BNP パリバマスターズ、マイアミオープンのベスト8など好調を維持。4月のモンテカルロマスターズでは準決勝で、ジョーイル・ウィルフリード・ゾンガとのフランス対決を制し、マスターズでは6年ぶり3度目の決勝進出を果たす。決勝で、ラファエル・ナダルに5から7、7から5、0から6で敗れ、マスターズ3度目の準優勝となった。 7月のシティオープンでは、決勝で、イボカロビッチを57、76、64で破り、ATP ワールドツアー500シリーズで、初優勝を果たした。ロジャーズカップでは準々決勝で、第3シードのラオニッチを破って、ベスト4。リオ五輪では、北京五輪以来シングルスでベスト8に進出。準々決勝で第4シードの西小利系に3本の、マッチポイントを握りながら6から7。 6から4、6から7の逆転で敗れた。全米オープンでは2年ぶり3回目のベスト8に進出すると、準々決勝で、フランスの後輩、リュカ・プイユに6から4、6から3、6から3で勝利し、ベスト4に進出。準決勝で、ジョコビッチに3から6、2から6、6から3、2から6で敗れた。大会後の世界ランキングで8位となり、 2011年11月以来4年10ヶ月ぶりにトップ10復帰を果たす。10月には自身初の ATP ワールドツアーファイナルズの出場が決定。11月7日付の世界ランキングで自己最高の6位となった。初出場の ATP ワールドツアーファイナルズでは、初戦ラオニッチに3から6、4から6で、第2戦ドミニクティームに3から6、6から1、 4から6で敗北。怪我のため、第3戦を前に棄権した。年間最終ランキングは7位だった。全豪オープンでは2年連続で4回戦に進出するモナダルに敗れた。5月30日、全仏オープン1回戦に勝利し、通算400勝達成。ロジャーズカップでは2回戦で第5シードの西小利系に初勝利し、久しぶりにトップ10から勝利を挙げたが、 三回戦で敗退した。全米オープンは三回戦を棄権し、シーズンを終えた。六大会で棄権し、十六強より先に先に進んだ、大会が三つしかない苦しいシーズンとなり、年間最終ランキングは46位まで後退した。2018年、年始のカタールエクソンモービルオープンでは、決勝でアンドレール・ブレフに勝利して優勝した。全豪オープンでは二回戦で、 ノバク・ジョコビッチに逆転負け、同カード15連敗を喫することとなった。アルゼンチンオープンとアンタルヤオープンでは準決勝に進出した。ウィンブルドンは4回戦まで進出。全米オープンは2回戦で西コリ系と対戦したが、試合中に右手首を負傷し途中棄権した。復帰戦となるイクオープンでは優勝を飾った。ヨーロピアンオープンは決勝に進出し、決勝で カイル・エド・マンドに敗れ準優勝。年間最終ランキングは29位だった。全豪オープンは第30シードとして出場し、2回戦でテイラー・フリッツに敗退した。2月の ABN ・アムロ世界テニストーナメントの決勝ではスタン・ワウ・リンカを破り優勝した。3月の BNP ・パリバ・マスターズではベスト8入り、スルモ準々決勝は左足の痛みにより危険。 5月下旬に開催された全仏オープンでは、第14シードとして出場。4回戦まですべてストレートで進出し、4回戦では、ドミニクティームに4から6、4から6、2から6のストレートで敗れた。その後の芝のシーズンに入り、早期敗退が続き、ウィンブルドンでは、第16シードとして出場したが1回戦で、ウゴ・アンベールに7から6、6から3、4から6、 5から7、0から3の時点で棄権し、初戦敗退。8月のロジャーズカップでは、ロベルト・バウティスター・グートを下して、ベスト4入りしたが、足首の負傷で準決勝を棄権した。全米オープンでは、第13シードとして出場。1、2回戦を、ストレートで勝ち上がり、3回戦では、デニス・シャポバロフに6から7、7から6、6から4、6から7、 6から3の熱戦の末に勝利を収めた。4回戦をストレートで勝利し、3年ぶりのベスト8入りを果たす。準々決勝では、第24シードのイタリアの新星、マッテオ・ベレッティーニに6から3、3から6、2から6、6から3、6から7の大熱戦の末に敗れ、2016年以来のベスト4入りを逃した。 その後は目立った結果を残せないままツアー終盤に突入。パリマスターズでベスト8入りすると試合後の世界ランキングで10位に復帰した。ATP ファイナルズは8人目のメンバーにあと140ポイント足らずに補欠2番手となり2016年以来の最終戦出場は叶わなかった。年間最終ランキングは10位。年始の ATP カップには フランス代表のエースとして出場。フランスはグループステージでチリ、南アフリカ、セルビアの対戦することになった。モンフィスはチリ戦ではクリスチャンガリンに勝利、セルビア戦ではノバク・ジョコビッチに敗退。南アフリカ戦は出場せずジルシモンが代わりに出場した。フランスは1勝2敗でラウンドロビン敗退で幕を閉じた。 全豪オープンは第10シードとして出場し、順当に4回戦進出。4回戦では今大会で準優勝するドミニクティエムに2から6、4から6、4から6で敗れた。その直後の南フランスオープンでは、決勝でバセク・ポシュピシュルを7から5、6から3で破り、ABN ・アムロ世界テニストーナメントでは、決勝でフェリックス・オジェア・リアシムを6から2、 6から4で破り、2週連続優勝を果たした。その後は、COVID-19 の影響で、ツアーが中断。ツアー再開後はスランプに陥り、初戦敗退が続いた。全仏オープンでは、第8シードとして出場したが、1回戦で、アレクサンダー・ブブリクに4から6、5から7、6から3、3から6で破れ、シーズン終了。最終ランキングは11位だった。 全豪オープンに第10シードとして出場。1回戦でフィンランドのエーミルルースブオリにフルセットの末破れ、初戦で姿を消した。4月にはウクライナ出身で世界ランキング最高3位の女子プロテニスプレーヤーであるエリナスビトリナとの婚約を発表した。モンフィスは自身のインスタグラムでハートの絵文字とともに彼女はイエスと言ってくれたと綴り、湖をバックに スビトリーナが左手の薬指に婚約指輪をはめている写真を投稿した。5月に開催されたリオオープン初戦でラッキールーザーであるチアゴ大墓地、ビウチオ7から5、6から4で破り、2020年からの初戦7、連敗を食い止め、約1年半ぶりの白星を挙げた。全仏オープンではアルベルトラモスイコールビノラスを破り、1回戦突破。2回戦では、 マイケル・イマーに敗退。続く、ウィンブルドン選手権では1回戦を突破したが、2回戦で、ペドロ・マルティネスに敗れた。1年遅れで開催された東京2020、オリンピックでは、フランス代表として出場。シングルスは1回戦敗退。ダブルスは、同胞のジェレミー・シャルディーと、組1回戦を突破したが、2回戦で、ドイツのエーズベレフ、ストルフ組に敗れた。 ナショナルバンクオープンでは、ジョン・ミルマン、フランシスティアフーを破り、マスターズ戦でベスト8入りを果たした。準々決勝では、ジョン・イズナーに敗れた。続く、ウエスタンサザンオープンでは、ルシャン・ラヨビッチ、アレックス・デミノーラにストレート勝ちで勝ち上がり、ツアー通算500勝を記録した。3回戦では、アンドレール・ルブレフに6から7、6から7の接戦で敗れた。全米オープンに、 第17シードで出場。3回戦で、ヤニック・シナーに6の7、2から6、6から4、6から4、4から6のフルセットの熱戦の末、赤敗した。10月のソフィアオープンでは決勝まで進出。この決勝進出で17年連続で、ツアー決勝進出を果たしたが、そこでも昨年の優勝者ヤニック・シナーに敗れ、ツアー11勝目とはならなかった。 抜群の身体能力と長い手足を生かした広いコートカバーリングが持ち味のプレイスメントと安定性を重視する守備を重視したスタイル。瞬発力や跳躍力もあり、多少の球なら拾うこともでき、届きそうもない高い球もスマッシュができる。フォアもバックもコンパクトでかなり安定しており、ラリー戦ではミスがなく、隙があれば打ち込んでカウンターやウィニングショットを決めに来ることもある。 サーブは派手さはないが、これまたコンパクトで安定している。スピード、テクニック、スタミナに長けた選手である。また相手の意表をついたトリッキーなプレーやアクロバティックなプレーにより人気があり、世界的にも最も身体能力の高いアクロバティックな選手として認識されている。彼のスーパープレーはテニス界一であり、しばしば会場を盛り上げる。 YouTube や SNS でもモンフィスのスーパープレイはよく閲覧されている。ただビッグ4やトップ10の選手たちになかなか勝てないこともあり、十分にトップ10に入る資格はあるが、グランドスラムやマスターズでなかなか良い成績が取れないのも難点である。ハード特例はある程度高成績だが、グラスのウィンブルドンではまだ4回戦が最高なので対策が必要であると、 懸念されている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル。 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。